花回廊回廊よりおはようございます、鳥取花回廊よ、どうぞ。はい、若干のじゃなくてかなりの筋肉数の状態ですけど、今日も一日頑張りたいと思います。まさかのね、快晴どころかものすごい猛暑日になるということなので、体調には気をつけながらねやっていきたいと思います。でもね、雨よりはいいかなというので、秋をちょっと先取りしながら頑張ってお話をしたいと思います。おはようございます。たくさんコメントご挨拶入ってきてます。これライブです。よろしくお願いします。準備体操、はい、ありがとうございます。いやー、本当はね、こんなはずじゃなかったんですけどね、もうちょい涼しいかなと思って、鳥取は涼しいんだろうって秋は思ってたんですけど、とてもまだまだ夏真っ盛りというような感じで、なんかね、すごく植物見てても全然雨が降ってない、喉乾いてるっていう感じの表情しているので、そこら辺のサポートの、ね、方法だとかも言いながら話ができればなというふうに思います。まさきさんが多い、あ、大山でも暑いのかなってコメントが。大山上の方は頂上は涼しかったですね。あ、おもちゃママさんおはようございます。りっちゃんさんおはようございます。あ、発酵するおうちさんおはようございます。みほさん、さすが晴れ男直樹さん。いや、晴れ男すぎてこのままでいい迷惑今日は。テトさんおはようございます。サッチさん、力こぶ、たかひろさんおはようございます。白院さんかな、おはようございます。外で作業していました。今日も東が暑いです。いや、本当ですよ。立ってるだけで汗が出てきちゃう。今日は着替え持ってきてます。あ、宮内さん、秋より夏が来た。全くだ、夏が来た。夏が来た。お名前でコメント読まさせていただきます。あ、ももちゃんママさん、直樹ちゃん顔が丸くなりました。少しはね、ちっちゃくなったんですけどね、はい、食べ過ぎ、飲み過ぎ、仕事しすぎ、寝不足で膨らんでおります。なんか花回廊の思い出とかありますか？いや、25周年なんですよ。で、実はその僕がこの園芸の世界で仕事し始めてからも25年ってことで、ちょうどなんか僕の歩みイコール花回廊の歩みみたいなところもあるので、共に頑張っていきたいなっていう光栄ですよ。本当にそういう、25周年記念ということで特別イベントしてくれて、はい、ちょっとアップいきましょうか。20年近く通い続けてるわけなんですけどね、やっぱ木も成長するし、クリスマスローズもね、やっぱりこうよしよしありながら進んでいくっていう感じなので、また今回新たなね、次なる25年をとか30年目指してね、いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お、力こぶだ。回廊の周りからも力こぶを声援をいただいております。暑い。あ、ご質問です。あ、ご質問かな。まさきさん、今年全国的に去年の夏より暑すぎます。暑い気がします。クリロリにとって毎年厳しくなってる。いや、本当に人にとってもね、植物にとってもですよ。来ちゃったよね。大丈夫です、お続けください。はい、大変なですよね。だからね、やっぱちょっと管理の方法とか、変えていかなきゃいけないなっていうのはすごく感じているところではあります。おはようございます。ご質問のある方いらっしゃいましたらコメント入れていただければお読みいたします。準備しないと。あと3分ぐらいでライブは終了します。来週から、あ、アダマスさん、来週からクリスマスローズの植え替えできるでしょうかね。ねえ、もうでも夜温が下がってきているので、
大丈夫かなっていう気はしますね。植え替えてすぐ暑いところに置かないとか、そういうことを注意すれば大丈夫かなっていう気がしますね。むしろ調子崩してるやつはなるべく早くやった方がもしかしたらいいかもなっていうふうに思ってます。あ、正木さん、私も気になりますとのこと、植え替えの時期は。植え替えね、まあ、もし迷ったら彼岸花が咲くまで待った方がいいかもしれないですけどね。鉢も地植えも葉が出てきました。見守りですか。朝晩は涼しい熊本です。お、出てきますよね。やっぱりちゃんと季節感じて。まあでもあの肥料とかそういうのはもうちょっと先であのメンテナンスちょこっと目を向けてあげるっていうぐらいかな。ゆいずせいさん、おはようございます。うちは子供たち喜んでますありがとうございます。ということは花ともにいらっしゃった方でしょうか。ったかな。眩しい。あ、眩しいですか。じゃあちょっとこっち向けにしましょうか。あ、ちょっと皆さんに2ブロックをお見せしましょうか一周しましょうか。いい風。やっぱ風がね、そう、あのちょっと秋っぽくなってきましたよね。この風止まないように気をつけて、あの吹き続けてくれたらいいな。ハッピーさっちゃんさん、おはようございます。おはようございます。メディアさん、おはようございます。花友フェスタお疲れ様でした。あ、頑張った。あ、モーちゃんママさん、お似合いです。クリスマスローズのシーズンまでにはちょっと体絞りますんで。すっきり涼しそう。ヒットメゼロ3163。いや、まあここは涼しい。ではこの辺りでライブを終了いたしましょうか。もう一言お願いしますもういいよ、もうありがとうございます。今日も頑張ります。今日一日フルです。じゃあ皆様にも良い一日を。そう、皆様にも良い一日を、あの過ごせますようにね、頑張りましょう。